皆さんこんにちは。8月16日水曜日午前と午後の合間のひととき、サッカーキングハーフタイムです。本日の進行を務めます、サッカーキング編集部の伊藤です。よろしくお願いします。そして、右端ですね、水曜レギュラー、ショノさんです。お願いします。お願いします。そして今日はですね、スペシャルゲストをお迎えしております。川崎、岩田、千葉などの監督を歴任され、ロンドンオリンピックでは日本をベスト4に導いた指導者で、現在はワーワーのサッカー解説者として活動されています、関塚隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ショノさん、もう前室でも話しましたけども、はい、関塚さんですよ。そうなんです。いや、もうサッカーキングって緊張しますね。そう、緊張します。まあ緊張の理由と言いますとね、まあ、ショノさんが、浜松出身ということで、はい、当然応援されたんですよね。そうなんです。ジュビロ磐田。いや、まあ知ってます。何をですか。いや、でも本当にそう、知ってるんですよ。はい、知ってるんです。知ってるんです。いや、もうほんと怖いです、今日。怖い。またそんな。もう全然らしくないですね、ショノさん。そうですね。で、まあ、関塚さんって言いますと、もう現役時代、まあ、はい、J リーグが始まる前ですけども、本田技研でプレーされてたんですよね。そうなんです。はい。84年から、はい、本田技研の方に入社して、はい、日本リーグ、サッカーリーグで、はい、浜松でプレーしてましたから、はい、ご近所ですね。ご近所先ほどね、ローカルなあっちを、なんかお話聞いたら、ショノさんも本田技研で、なんつか、チアリーディング、子供とかがやるやつですね。あ、そうです、そうです。まあ、ショノさんが生まれが94年なんで、さすがにもう引退されてる時だったと思うんですけども、もう J リーグは始まってましたからね。そうですよね。鹿島アントラーズでコーチをね、してましたね。してる時に生まれて、まあ、その数年後に踊ってたんです。踊って、本当に踊ってました。そんなね、地元のトークもありつつ、まあ、関塚さんね、ビッグゲストお呼びしてますんで、まあ、リーガの特集という話になってるんですけども、まあ、気になる最近の近況でありますとか、まあ、ニュースにもお付き合いいただきまして、まあ、監督、指導者目線でいろんなご意見、お話を伺えればなというふうに思ってますので、皆さんもですね、コメントでいろいろ質問がある方がいらっしゃればですね、いろいろコメント書き込んでいただければなと思ってます。私の方ですね、ニコニコ生放送、YouTube、ペリスコープ全部見ておりますので、どちらのですね、端末でも結構ですので、コメントいただければ、うまく拾っていければなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ショノさん、改めて、今日のラインナップお願いいたします。はい、本日は最新のサッカーニュースをお伝えした後、リーガ開幕直前、関塚隆さんと17-18シーズンを大展望というタイトルでお届けします。はい、改めまして、この放送はニコニコ生放送、YouTube ライブ、ペリスコープで放送しております。チャンネル登録、フォローの方ぜひよろしくお願いいたします。本日のハーフタイム、張り切っていきましょう。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。はい、まずは、昨日、今日にあったニュースから振り返っていきたいと思います。はい、はい、まずヘッドラインからいきましょうか。まあ、今日こんな感じでいこうと思っております。まあ、昨日チャンピオンズリーグのプレーオフが行われました。今夜も行われます。そしてヨーロッパの話題でいきますと、メッシ、ブッフォン、クリスチャーノ・ロナウドがウェファーの最優秀選手候補に選ばれました。そして昨日はですね、駿河銀行杯、浦和の勝利もありました。そして先ほど今日の午前中に起こったニュースですね、神戸ネルシーの監督の退任が決定いたしました。こちらをですね、振り返っていきたいと思います。はい、それでは1個目のニュースからお願いいたします。あ、はい、はい、18歳ディフェンスが完璧フリーキック弾、リバプール敵地で CL 初参戦のホッフェンハイムに先勝。チャンピオンズリーグプレーオフのファーストレグが15日に行われ、ホッフェンハイムとリバプールが対戦しました。35分リバプールはトレント・アレクサンダーアーノルドの直接フリーキックで先制すると、74分には相手のオウンゴールで追加点。追いかけるホッフェンハイムは87分に1点を返したものの、試合は1対2で終了。アウェイのリバプールが先勝を収めました。セカンドリーグは23日にリバプールのホームで行われます。はい、ありがとうございます。チャンピオンズリーグ残りの出場10枠をかけてプレーオフが今日と明日5試合ずつ行われます。関塚さんもチャンピオンズリーグとかやっぱご覧になられますか？見ますね。はい、はい、もうそれは注目ですね。やっぱそうですか。はい、去年のまあチャンピオンズリーグは、レアル・マドリードの連覇という形ですけども、まあ、やっぱりそのグループリーグも含めてやっぱり世界トップクラスのサッカーをやってる
大会だと思っていいですか。まあ、あのやはり国同士、はい、まあ、国のね、あのリーグ戦では非常にこう特徴あると思うんですけども、はいはい、それがこうヨーロッパのね、地域でお互いにそのミッドウィークに戦うと、うん、まあ、この戦いっていうのはまたあの各国のリーグ戦とは違ったね戦いが見られるので非常にまあ注目してますね。そうですよね。本当まあリーグ戦での戦い方とは違った戦い方するチームはあるんで、まあ本当に見ててもいつもと違うなとか、やっぱテンション高めだなってやっぱ感じたりしますよね。やはりこうプレミアだと どうしてもこうフィジカルがね強くて、まあその中でのこう技術テクニックっていうところがね見られますけども、それに対してまあスペインも割とやはり小柄なね選手たちがそういうプレミアを相手にねどういうふうに戦うかとか、いろいろそういうところがねこう見られますので、まあ非常にこう興味を持って各対戦をね見てますね。今まあペリスコープの方でコメントいただいたんですけども、昨日のこのホッフェンハイム対リバプールはドイツ人監督対決だったということで、まあホッフェンハイムの方は今年か30歳になったナーギルスマン監督、そうですね、とかまあクロップ監督が率いるチームだったところですけども、はい、30歳でこのトップチーム、さらにチャンピオンズリーグ出ちゃうって大変なことですよね。いやもうやっぱりこのブンデスリーガーでね、はい、トップの監督をやって成績をこう残していったっていうのはもう驚きだったですね、うん、そうですよね、はい、まあ、昨シーズンが実質率いて1年目のトップチームの監督やって、まあ、快進撃を続けてチャンピオンズリーグ出場権獲得、まあ、ちょっと主力2人、ルディあたりをですねバイエルに引き抜かれてしまったんで、ちょっと厳しい戦いにはなりそうかなって気がするんですけども、まあ、昨日コメントでありましたけども、開始10分のね PK が決まってればどういう風に転んだかわからないなっていう試合でしたね。他の試合ですと、例えばカラバフ対コペンハーゲンは1対0でカラバフ、アゼルバイジャンのカラバフが1対0で勝っております。そしてスポルティングリスボン、がステアガブクレストと0-0、ヤングボーイズとチェスカモスクワが0-1でチェスカモスクワ、アポエル対スラビアプラハが2対0でアポエルというような結果になっております。まあ、今夜なんかで言いますとナポリ対ニース、イスタンブール馬借シェヒールって僕初めて聞いたんですけど確か多分イスタンブール BB とかって呼ばれてたチームだと思うんですけども、とセビージャ、あとはベールシェバ、イスラエルのチームとマリボル、あとはセルティック対アスタナ、オリンピアコース対リエカというようなところが、行われる予定となっております。チャンピオンズリーグ、残りの10枠どこが出るのかっていうのも注目ですし、まあ、この結果次第ではまた移籍市場も動きそうなのでちょっと注目ですね。はい、続いてのニュースお願いいたします。はい、欧州年間最優秀選手の最終候補にメッシ、ブッフォン、クリスチアーノ・ロナウドが選出。ウェファは15日2016-17シーズンのウェファ男子最優秀選手賞最終候補3名を公式サイト上で発表しました。ユベントスのチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献したジャンルイジ・ブッフォン、バルセロナは CL ベスト8で終わったものの11得点を記録したリオネル・メッシ、そして初の CL 連覇を成し遂げたレアル・マドリードのクリスチアーノ・ロナウドの3名が選出されています。はい、これは、各国のジャーナリストたちによる、投票で選ばれるもので、すでに、ベスト4以下は発表されていて、もうすでに多分決まってるんですけども、この3人の中から最終的に発表されるのが24日のチャンピオンズリーグドローの日ですよってことなんですね。いろいろコメントでもメッシだろうなだろう、いやブッフォンだろうって来てましたけど、まあ、去年の活躍、まあ、これがファン投票とかじゃなくてジャーナリストたちが選ぶ票なんで、必ずしも優勝とかタイトル取った人が取るわけではない賞であるということなんですけども、この3名の中で関塚さんは去年のチャンピオンズリーグの活躍を見てどなたが選ばれるかなと思われますか。まあ、クリスチアーノ・ロナウドでしょうね。はい、まあ、そうですよね。はい、まあ、ヨーロッパではやはりヨーロッパチャンピオンズリーグもね、はい、取りましたし、はい、そしてポルトガルもね、はい、優勝させてますし、うん、まあ、彼がチームに与えた影響といいますかね、うん、貢献したものっていうのは大きいと思いますね。ただブッフォンに取らせてあげたかったですけどね。去年の決勝なんかはやっぱりそのブッフォンにチャンピオンズリーグのトロフィーを取ってほしかったなんてファンも多かったですね。そうですね、2度3度ですかね、決勝でね、取れな、
こうね、チャンピオンの本当にカップをね上げられなかったんですよね。そうですよね。ワールドカップもスクデットも何回も取ってるのにチャンピオンズリーグを、リーグはね、って感じですね。まあ、チャンピオンズリーグ、そのチャンピオンズリーグに名称を変えてから連覇したクラブがないということで、そのジンクス通りに行くならばユベントスが優勝だったんですけども、まあ、結果的には、まあ、レアルマドリードが勝ったという形でしたね。まあ、決勝は強かったですね。そうですね、なんか本当になんていうんですか、ユベントスが準決勝とか準々決勝の戦い見せたら、この勢いとかこの完成度だったらレアルマドリードも破るんじゃないかな戦いだったんですけども、僕もそう思ってたんですけどね、蓋を開けたらね、最初の立ち上がりのチャンスをこう2度3度、まあ、あの決定機をね決められなかったらもう、クリスチャーノ・ロナウドの一振りでね、もう形勢がねレアルマドリードのファンとしてはね、はい、最高ですね。いやもう最高でした本当にもう超ちょっと嬉しいですねニヤニヤってすごい言われそう本当に嬉しい。でもブッフォンにもやっぱ取らせてあげたいなって、あの、まあ、メッシじゃなければ、ね、まあね、まあ、勝負の世界なんでね、勝者もいれば敗者もいるということでね、あれなんですけども、まあ、そしてレアルマドリードは、チャンピオンズリーグ王者としてヨーロッパリーグ王者のマンチェスター・ユナイテッドと対戦して、まあ、早くも勝ってると。そしてこの前行われたスペインスーパーカップでも第一戦をバルセロナ相手にアウェーで3対1で取ってるってことで、そうですね。ただレッドカードなんでね、2戦目のあの今日深夜って言いますかね、明日は出場できないんですけどね、なんか5試合の出場停止、ちょっと最後 ねカードが出てからレフリーをねこついたんで、まあ、それをどういうふうにこう判定されるか、さすが、ね、にまあ5試合を必要停止になるところないかなって気がするんですけども、軽減とかされたりすると思うんですけども、ああ5試合ですか、5試合発表になったんですね。当初10試合とかっていうのも言われていたんですけどもね、まあ、5試合それでも厳しいんですよね。なんか4試合から8試合っていう風にね、はい、流れてましたけども、まあ、5試合で決定したんですね。あ、12試合だったですか、マックス12試合の話もありましたね、ありましたもんね、はい。まあ、やっぱりそれだけ主審をまあリスペクトしましょうよって話だと思うんですけども、それでも5試合、ね、いろんなとこで5試合必要って死んだったら困る人たくさんいますからね、きっとロナウドがいるかいないかでねレアルマドリードの試合の価値っていうのも変わってくるでしょうし、そうですね、はい。続いてのニュースいきましょうか。はい、浦和が劇的 PK 弾でシャペコエンセを下し駿河杯制覇、マウリシオのデビュー戦を勝利で飾る。駿河銀行チャンピオンシップ2017埼玉が15日に埼玉スタジアム2002で行われ、浦和レッズとシャペコエンセが対戦しました。試合終了間際、ズラタンがエリア内で倒されて浦和が PK を獲得すると、この PK を起点の阿部勇樹が決めて1対0でタイムアップ。この結果、J リーグ勢が3大会ぶりに駿河銀行チャンピオンシップを制覇。この結果、第10回大会を終えて J リーグ勢が6勝、南米勢の4勝となっております。はい、ありがとうございます。昨日ですね、駿河銀行チャンピオンシップということで、ルヴァンカップ王者の浦和レッズと、コパスダアメリカの王者のシャペコエンセが対戦したということで、まあ、いろんなね、なんですかね、思いがあるような試合だったんですけども、こちら関塚さんご覧になられましたか。はい、あの映像で、はい、見ました。まあ、昨日はねちょっとね関東地方雨模様で、そうだったですね、はい、観客の色もちょっと、あれだったんですけども、まあ結果的には浦和が勝って、ただ試合後にはその浦和のゴールのサポーターが緑色のなんていうんですかね、紙っていうんですかね、いうのを出して、まあ、シャペコエンセのサポー、選手をね称えたりとか頑張ってほしいみたいなメッセージも送って、また世界の舞台で戦いましょうっていうのをポルトガル語で出したりとかして、まあ、本当にサポーター同士の交流とか、やっぱりその J リーグの雰囲気って非常に素晴らしいなっていうのを感じて、改めた一戦だったなって気がしますね。これですね、これですね、非常にいい光景だったですね。本当に J リーグ、本当に昨日のこの番組でですね、駿河銀行杯の特集やったんですけども、 あ、そうですか。あの そもそもブラジル国内でそのシャペコエンセなんていうんですかね、いろいろ同情の声っていうのもなかなか小さくなってきている中で、日本この浦和レッズ以外でもいろんなスタジアムでシャペコエンセの募金活動とかいろいろやってましたよね。そういった意味でやっぱり J リーグのそういった素晴らしさであったりとかっていうのはもっと世界に発信できたらいいなというふうに思いますね。まあ、試合に関して言いますと、いろいろな意見もあると思いますけども、後半アディショナルタイムに、ゼラタン選手が倒されて PK が決勝点になったというような試合でした。まあ、あの判定に関しては
ね、シャペゴエンスの選手もかなり抗議してましたけども、随分抗議してました、ね、あれ難しい判定ではありますね、まあ、見たら PK かなって気もしますし、かわいそうだなって気もしますし、まあ、ただ PK を蹴った阿部選手コース読まれながらもやはりコースさすがだなって気がしましたね、まあ、あの抗議をねシャペコ遠征のプレイヤーがしてる時ね、はいはい、彼はあのもうコーナーフラグのね、はい、近くまで行って一人でこうねずっとね集中してましたね。あその光景が少しこう映像で映ってたんですけども、はいはい、まあ、あれぐらいこう4分5分時間があって、まあ、あの決めるPK に集中するっていうのは本当難しかったんだろうなっていうふうには思いましたけどね。そうですよね、はい、やっぱり時間かかると集中力途切れたりとか、まあ、あの講義の中に入ってしまうとね余計 ね、 ねありますしね、はい、そういった意味では本当に気持ちを作って決めた一撃という感じですね。その中で、まあ、浦和も監督交代がありながらも公式戦2連勝になるのかなということで、まあ、タイトルも取ってって形で、まあ、今後が巻き返しが注目という形ですね。はい、続いて4つ目のニュースいきましょうか。はい、神戸がネルシーニョ監督解任、はい、吉田氏が暫定指揮、ポドルスキ加入後1勝3敗。ヴィッセル神戸は16日ネルシーニョ監督の契約解除を発表しました。就任3年目を迎えた今シーズン開幕4連勝と好スタートを切ったものの、6月下旬から7月にかけて3連敗。元ドイツ代表フォワードルーカス・ポドルスキ、元日本代表フォワードハーフナーマイクを補強したものの現在3連敗中でした。ネルシーノ氏はクラブ公式ホームページを通じて、プロとして責任を答えられなかったことに大きな責任を感じていますとコメントしています。なお後任には吉田孝之ヘッドコーチが暫定指揮を取るものの合わせて発表されました。はい、ありがとうございます。今季3度目の3連敗、ということで、監督交代に踏み切ったという形です。まあ、ネルシーヌさん、ね、本当日本でもおなじみの監督ですけども、まあ、この監督交代のまず、ニュースを聞いて率直に関口さん、いかがお感じになられましたか。いや、本当に驚きましたね、はいはい、というのはやはりこの今シーズンはね、はい、神戸、必ずタイトルを取りますという宣言のもとスタートしましたけど、うん、そして立ち上がり3連勝4連勝して非常に、ね、はい、いい滑り出しだったんですけどね、まあ、そこから少し怪我人が出たりとか、うん、いろいろそういう意味でなかなかチームをこう右肩上がりに持っていけなかったのかなっていうふうには思いましたけども、そしてこの夏の、ね、マーケットで非常にこう大型補強をして、さあこれからだっていう時にね、まあ、結果がついて、来ないでね、監督が変わってしまうと、まあ、非常に残念な、うん、気持ちといいますかね、うん、はありますけども、まあ、勝負の世界いたしかたないのかなと。やはり選手は多く変えられずに、うん、まず監督をね、変えていくということになると思うんですよね、うん、まあそうですよね、はい、まあ、3連敗、まあ、中断明けポドルスキー選手が入ってから1勝3敗ということで、まあ、決断せざるを得ない時期だったのかなって気もしますけども、まあ、おっしゃられた通り、まあ、これからかなとか、やっぱりそのチームを作る上でなかなか難しいですよね、まあ、特に、はい、まあ、攻撃の選手の良さを引き出すためにはやはりどこのタイミングでパスを、ね、入れるかとか、はい、やっぱり一番ポドルスキーの立ち位置、うん、まあ、この辺がね、みんなが分かり合うっていうところには、まあ、チームスポーツなので、どうしても時間がかかるかなというふうには思いますけども、まあ、対戦相手のね、コメントを見れば非常にそういうところがね、はい、現れると思うんですよね。そうですね、やはりポドルスキーにをイライラさせるような戦術を取ればというのが各ね対戦相手にはよく見られましたからね。そうですね、はい、まあ、おっしゃられる通りポドルスキー選手やっぱりその個人の能力っていうのは抜群に高いなっていうプレーを随所見られますけども、やっぱりその複数で守ったりとか組織的に守ることによって、まあ、甲を潰すというか、そうですね、いうところはこの 2,3 試合見れたかなって気がしますので、まあ、ポドルスキー選手もそれデビュー戦こそ2ゴール決めましたけど、その後はまあゴールから遠ざかっているということで、まあ、それは当然ね、どこのチームもポドルスキー対策っていうのはしてきますからね。そうですね、やはりね、初戦では左足がね本当にこう、うん、足を振り抜いて素晴らしいね、シュート決めましたし、そして今度はね、クロスからヘディングシュート、
まあ、この体の強さとそれからこう、エリアにね入っていくタイミング、まあ、この辺はやはりさすがだなというふうに思わましたけども、今非常に映像でね分析もこう進んでますからまあそこをねこう抑えるためにはどうしたらいいかっていうのを対策をね練ってきますから、本当に初戦のデビュー戦のゴール、膝下からの振り抜きっていうのは本当にあの距離からあのパワーで打てるのかっていうような、早かったですね、早かったですよね、コースも素晴らしかったですけどもっていうところをまざまざと見せつけられたんでね、まあ、ただまただまシーズン、まあ、残ってますんでね、そうですね、どういった戦いになるのかっていう注目ですね、はい、まあ、これから期待したいと思います、はい、そして後任には吉田隆之ヘッドコーチが暫定式、もうヘッドコーチっていうのがなんていうんですかね、違和感あるぐらいまだ現役のイメージがまだまだ吉田選手っていうのがあるんですけども本当に、この後任またこのチームを率いるっていうのはなかなかな大役ですよね。まあそうですね、ただやはりこうチームあるいは選手を一番理解しているヘッドコーチがこのね、指揮を取るということは一番こう妥当じゃないかなというふうに思いますね。なるほど、はい、コメントでも神戸のキャプテンのイメージが強いなんて来てますけども、まあそうですよね、そういった意味では求心力とか選手からの信頼ってのありますからね。そうですね、まあそこをよくこうまとめて、まあ、あの一戦一戦ね、チームのそしてプレイヤーの良さをね引き出していってもらいたいなというふうに思いますね、はい、ありがとうございました。ということで以上ニュースということで一旦 CM でございます。から特集ということでリーガ開幕直前、関塚隆さんと2017-18シーズンを大展望という形でお届けしていきます。その前にニコニコ生放送の方で、広告をいただいておりますのでご紹介させていただきます。葵さん、おすすめの生放送です、見に来てくださいね、ありがとうございます。ありがとうございます。川崎出身千葉市民鹿島サポさんですね、いつもありがとうございます。関塚さん登場、ショーの緊張の放送を見に来てねと来ております。緊張してます、ありがとうございますということでね、まあ、リーガの展望ということで、今週末からいよいよ新シーズンが始まるということで、関塚さんはワウワウの方でリーガの解説を務められているということで、はい、今年で2シーズン目になるんですかね。そうですね、はい、ということでリーワウワウの解説者をお呼びしてリーガを展望していこうじゃないかという番組をお届けしたいと思います。ということで、まあリーガも気になるんですけども、やはり関塚さんのお話も聞きたいなと思っておりましてまあ最近で言いますとやはりこの話触れざるを得ないかなと思うんですけども、ベトナムのクラブチームの監督になるんじゃないかなというのが新聞で出てましたけども、実際どうなんですか。いや僕も驚きましたご本人が驚いてますよ皆さんだいぶあの知り合いから LINE でベトナムにいた時に入ってきまして、はい、監督になるのみたいな LINE のところですか。その記事まで一緒に送ってどうなってるんだと思いましたけど、そうなんですね、はい、実際のところはそのどうなんですか。いやもう あまり周りには言わずに、はい、少し飛んでいったので、はい、逆にすごい驚いてたんですけど、はい、まあ、あの知人の方からね、はい、少しこう今一つのクラブをね、はい、少し今現状を見てもらえないかということで、うんうんうん、それでまあ1週間弱ですけども、はいはい、現地に行ってきたっていうところが、はい、正直な話だったんですね。なるほど、はい、その何かね、いろいろ監督になるんじゃないかとか GM になるんじゃないかとか、いえいえ下部組織を見るんじゃないかみたいな憶測がいろいろ飛んでいたんですけども、まあ、視察とかいろいろアドバイザーみたいな視点でいろいろ意見を聞かせてほしいっていう話だったってことですね、はい、だからまあ具体的にベトナムのクラブの監督になるとかっていう話では現時点ではないということですね、はい、ただベトナム自身が非常にね、うん、今国としてサッカーに力を入れてて、で、まあ、三浦トシヤがね、はい、ベトナムの監督も去年、ね、一昨年ですかやってましたから、うん、まあ、そういう面では非常にこう日本のサッカー J リーグをね注目して、うん、見てくれてますので、うん、まあ、そういう意味で非常にこう日本とのつながりを持ちたいというところが非常に強かったですね、うん、はい、
本当に僕もいろいろ聞いてるお話ですと、アジア諸国、いわゆるサッカーが今近いという国とかですと、やっぱり選手を連れてくるっていうよりも指導者であるとか、その組織作りとかユースの整備をしたいっていう国が非常に多くなってるんで、そういった一環のお話だったと。そうですね、はい、でそのクラブも非常にこうアーセナルと提携をして7年ですかね、うん、ここ個人を高めてきてるところだったので、まあ、これからどういうふうにね、今度アジアで勝てる国にねしていこう、うん、こうかというところは一つの課題に持ってましたね。であのちょうど行った時に21歳以下の、はい、まあ、国を3つの地域に分かれて、その大会をね、はいはいはい、ちょうどスタートの ところだったので、はい、でその時に一緒にこうあの選手に、ね、握手していくようなセレモニーにあの、まあ、あの行ってから急に言われて、はいはい、まあ、そういうので少し就任かっていうのが出てくるんですけど新しくチームになる人に挨拶してるんじゃないかみたいなまあそう思われちゃったってことですね、ということでこの番組見てる方ね、そういう話じゃないってことなんでねぜひですね、知っていただければこの番組での貴重なお話だったかなって気がします。そしてリーガいよいよ今週末に開幕いたします。まあ、リーガ今でこそやっぱりバルセロナとレアルマドリードの、まあ、それに続くアトレチコやセビージャもありますけども、やはり世界のサッカークラブを代表する2クラブが所属しているということで、今本当に日本でもたくさんのファンがいるリーグかなと思うんですけども、改めてなんですけども、このリーガエスパニョーラ、まあ、ラリーガとも言われますけども、の魅力ってどんなところにあると思われますか？まあ、非常にこの個人の技術っていうのが、うん、うまいと言いますか、はい、非常にこうレベルの高いね、はい、選手たちが揃ってる。そして、うん、まあ、クリスチャーノ・ロナウドはじめ、うん、メッシ、まあ、世界的なプレーヤーたちが集まってるリーグだなというところで、うん、まあ、非常にこう日本のねサッカーにも参考になるリーグじゃないかなというふうに思うんですよ。はい、で、まあ、この昨年3位だったアトルチコ・マドリード、はい、シメオネ監督もね、はい、この2大ビッグクラブに勝つための戦術をこのねチームに植え付けて、そして4シーズン前ですか、はい、にはねチャンピオンになっていると。だこのやはりしのぎ合いといいますかね、戦いの内容っていうのは非常に見応えあるなというところを感じてますね。うん、なるほど。今お話でその J リーグや日本が見習うべきところがあるという話だったんですけども、具体的にどういったところとかが見習うべきところとかですね、参考にすべき点だと思われますか？やはり一人一人の技術を重視して、そこの中にこう戦術っていいますかね、それをこう植え付けていくと。まあ、バルセロナは一つのね形を持って自分たちのプレーモデルを突き進んでいってますけども、レアル・マドリードっていうのはもう世界的な名プレーヤーを、それぞれのポジションのね、やっぱりこう一番のプレーを集めてくる、まあ、そういう資金源のある中でのチームですからね、まあ、これをジダン監督がまたまとめるっていうのは難しいことだと思うんですけども、やはりバルセロナに勝つためにまたね、レアル・マドリーがここまた出てきたっていうところ、まあ、この本当に2つチームのね戦いっていうのは見応えがありますし、チーム作りも含めてね、まあ、これに対して今度アトレチコ・マドリード、セビージャ、まあ、やはり優勝を本当に狙えるクラブっていうのはこのやっぱり3分の1ぐらいだと思うんですよ。うん、まあ、その中でもね、いかにこう勝ち点を1シーズンね、勝ち取っていくかと、まあ、そういうところがやっぱり一つの見る点でもありますし、またやはり若い選手がねどん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 出てくるんですよね。まあ、ここにもやはり期待してますね。やっぱり日本ですとバルセロナとレアルマドリードに注目されがちですけども、それ以外のチーム本当に21、本当にオリンピック出れるような世代の選手がたくさん出てきますからね。はい、後ほどもご紹介いただきますけど、本当に面白い選手がたくさんいるなって気がします。まあ、これは昨シーズンの順位表なんですけども、まあ、この順位表だけでも特徴がありますよね。例えばバルセロナは毎年そうですけども116点、38試合で116点ってまた異常な数字ですよね。かと思えば先ほどお話になかったシメオネ監督率いるアトレチコ・マドリードは失点27、27ですからね。これは本当にすごいことですよね。38試合で27失点ですから、それで、まあ、しっかり70得点も取ってますから、
そういった意味では本当に、戦い方であるとか38試合で27ですからね、もう1試合平均 0.0 点いくつですからね、相手にだってバルセロナがいるわけですから、ね、1試合3点ぐらい取るチームがいる中での数字ですからね、そういった意味では本当に特徴があるかなって気がしますね、まあ、去年とかですとやっぱ躍進したチーム、まあ、セビージャなんかはまあ必ずこういうの順位入ってきますけども、まあ、ビジャレアであったりとか、ね、ソシエダであったりとか、でまあ、ビルバオもね、ヨーロッパリーガール祭最後まで絡んでましたけども、あとはアラベスも躍進したチームですね、コメントでもありました、ね、セルタもね、あのヨーロッパリーグ の決勝まで ね、はい、マンチェスターユナイテッドに負けましたけども、うん、そこまで勝ち上がったね、やはり実力のある、まあ、あの見てても非常にねこう面白いサッカーをね昨シーズンしてました、ね、はい、ただそれで今度はセビージャの方にね、うん、監督が移籍ということになりましたからね、そうですね、はい、監督交代があったんでセルタメンバーこそそんなに大きな入れ替えは今シーズンないんですけども、監督が変わったっていうのはやっぱり一番のね大きい移籍だと思いますの で、どうなるのかっていう注目ですね。そしていよいよ今週末から始まる新シーズンのお話も伺っていきたいんですけども、まずは関塚さんから今シーズンの、まあ、リーガベスト11というか注目の11人みたいなのを選んでいただきましたのでそこからいきましょうか、はい、まあ、当然ね、3強と言われるレアルマドリード、バルセロナ、アトレチコマドリードからの選手が多くなっているんですけども、そんな中でも特徴のある選手が何人かいるかなって気がしますね。どこからいきましょうか、ショーロさん、なんか注目とかこの選手の話聞きたいって選手いらっしゃいますか。まあでもピケ以外だったらピケ以外でもあのレアルマドリードの選手が多くて嬉しいです。テオとか、テオ嬉しいです。テオいきましょうか、うん、テオエルナンデスは、まあ、今シーズン、レアルマドリードの復帰したって形なんですかね、加入した選手、はい、左サイドバック19歳ですかね。そうですね、昨シーズンはアラベスでね、はい、プレーしてたんですけども、はい、うん、アトレチコマドリーの、うん、あの席を置いた選手だったと思うんですけども、うん、やっぱり若くて、まあ、そういう他のね、うん、他のクラブに、レンタル移籍して、はい、まあ、実力をつけてきた、まあ、非常に左足のパワフルな、ね、攻撃的なプレーヤーで楽しみだなというふうには思ってて、うん、まあ、あのバルセロナも、ね、獲得にもう手を挙げてたんですけども、うん、レアルマドリードにね、うん、決まりましたね。まあ、この辺も本当にマルセロというねブラジル代表の左サイドバックがいる中で、まあ、そこのクラブを選んで、うん、ね、まあ、自分の力をねもう一回こう上げていく、まあ、それをね選んだんでしょうから、まあ、テオは、本当に19歳でマルセロにポジション争い、まあ、挑むという形になると思うんですけども、まあ、なかなかねレギュラーでっていうのは難しいかもしれませんけども、まあ、マルセロがフル稼働だったってことを考えると、そうですよ ね、休ませたりとかいう意味ではそうですね、なんですが、もうターンオーバーでね、やはりチャンピオンズリーグとリーガの戦いが、うん、もう本当にこう試合がね、ミッドウィークと続いていきますから、うん、まあ、本当に2チーム分持ってないと、そうですよね、なかなか両方のね、リーグで戦っていくっていうのはもう難しいですからね、うん、そうですよね、まあ、去年、昨シーズンレアルマドリードコパデルレイは早めに負けてしまったので、はい、当然ウェファスーパーカップ取って、スペインスーパーカップ、まあ、王手をかけている状態、取れるタイトルは全て取ってやろうっていうような感じが伺えるんでね、かっこいい、かっこいいかっこいいですはい、もうちょっとベスト11出しておいてもらっていいですか、はい、あとは、まあ、僕なんかあんまりそのリーガーに触れる機会がないんでお聞きしたいのが右サイドバックソシエダの選手ですかね、踊りオソラ、そうですね、はい、まあ、ここを一番あの悩んだんですけども、はい、ただあの6月7月のこの、はい、あのリーグのねオフな時に、はい、アンダー21のヨーロッパの大会があったんですよね、はいはいはい、ここで、スペイン活躍したのが、うん、まあ、このドリオソラとサウールですね、うん、そうですね、はい、ですから 来年またワールドカップもありますし、うん、まあ、あの今年のリーガーのところでねこういう若い選手がどれだけ、うん、本当に一人前になってやはり代表にね匹敵するようなパフォーマンスをね、うん、見せてくれるかっていうのもまた楽しみなので、いや、そうですよね、はい、しかもソシエダのカンテラ育ちってことで、ね、地元ファンからも当然期待されてるでしょうし、そうですね、まだまだ本当に20歳とかなんですよね確か、はい、まだまださらに伸びるんじゃないかなって気がしますね。そしてまあ今お話にもあったサウール、
サウールも本当に U21 欧州選手権では活躍した選手でしたね、まあ、残念ながら決勝でドイツにスペイン敗れてしまったんですけども、そうですね、もうタレントが本当に A 代表に、全員 A 代表でもいいんじゃないかぐらいのタレントでしたよね、ズル、うん、でしたね、ズルでしたね、まあそれだけじゃなくてね、本当にチャンピオンズリーグでもリーガでも活躍、本当に活躍しすぎていて、今確か22歳とかなんですけど、22歳なのって思っちゃうぐらいの本当活躍具合ですよね、まあ、あのね、映像にもあの、で、コメントにもありましたけど、うん、中央で使いたいのはあるんですけど、ね、やはりポジション的にね、ありますよね、そこになりました。そしてまあ、触れとかなきゃいけないのは、やっぱり代表するようなロナウド、メッシっていうのは言わずもがなんかなって気がしますし、まあ、グリーズマンも移籍するんじゃないかと言われながらも、アトレチコの契約延長ということで、そうですね、残って、また、うん、そこでの成長をね、またアトレチコマドリーでの、あの優勝をね、タイトルっていうところを目標にね戦うんでしょうし、またあのアトレチコマドリードのね、はい、スタジアムが今年から新しくなるんですよね、はい、まあ、それもねまた非常に、楽しいな、あの、うん、楽しみにしてるんですけどね、新しいモチベーションになりますからね、はい、そしてまあ庄野さんも大好きなイスコ、もっと長い時間見たいなって選手でもありますよね、イスコは。そうですね、まあ、好きなんですか。いや好きです、私もイスコとかカゼミロとか本当、真ん中の人大好きです、イスコも本当にね、他のチームだったらもうレギュラーエースクラスの選手だけども途中出場多かったりとか、シーズン後半とかよく出てましたけどもね、イスコも注目、なんかだいぶね昨シーズンの最後の方ではイスコがね、あの試合の時間が少ないんで、だいぶこうストレス溜まってて移籍するかって言われてたんですけども、大事なところでどん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 ね、こう試合出場時間が増えて、まあ、彼の存在感というのは大きかったですよね。ですよね、まあ、その辺のジダン監督のね、こう、うん、選手のマネージメントっていうか、その辺のモチベーションの持っていき方っていうのもまた面白かったですね。はい、今ちょうどお話出たんですけども、そのジダン監督が率いるレアル・マドリードっていかがですかっていうと本当にざっくりしてるお話なんですけども、正直あのシーズン途中にジダン監督が率いた時にちょっと無理じゃないかなって思ったところはあったんですね、一ファンっていうか一そのサッカー好きとして。ただそのタレント軍団をまとめ上げてチャンピオンズリーグ連覇に導いてっていう、そのレアルジダンさんの監督としての才能とかっていうのはいかが見られてますか。まあ、同業者としてっていうかまあ、あの戦い方の中ではね、いろいろこう戦術的なところで、うん、あのどうだ、あのクエスチョンっていうところも、はい、まあ、囁かれてるところもあるんですけども、うん、やはりこう選手に、の良さっていうかね、うん、それを非常にこう引き出してる監督だなっていうふうには思いますね、はい。まあ、今シーズンはまあ獲得よりもちょっと放出の噂が、もう放出がすでに何人かいますけども、うん、そこでもやっぱり、まあ、戦い方はそんな変わんないですかね。変えないでしょうね、うん、はい。でまあ、あの相手の出方といいますか、うん、それも見ながらうまくその90分の中でいかにこう、うん、うまく、まあ、選手たち一人一人の、ね、ストレスなくやはり自分のストロングなところを引き出しながら、うん、うまくこうコントロールして戦っていくっていうのが本当絶妙ですね、うん、はい。まあ、当然今シーズンのリーガの優勝争いも引っ張っていくのはレアル・マドリードは間違いないでしょう ね、 であまりこう選手を、ね、多く変えずに、うん、昨シーズンも、ね、戦いましたし、まあ、今シーズンもこの今度は新しいあの若い選手をね、うん、どういうふうにこう今までのチームに組み合わせていくかっていうのをね、まあ、注目してみたいなっていうところありますね。いや、そうですよね、はい、やっぱりその選手、現役選手は年齢も重ねますからね、いずれロナウドだってもすでに30を超えてますから、いずれ引退の時も来ますし、若い選手をどう起用していくのかっていうのは本当に見どころではありますよね。そしてそのレアル・マドリードの対抗になるのが、まあ、間違いなくバルセロナと思うんですけども、はい、まあ、バルセロナというと、まあ、皆さんご存知の通りネイマールの対談が一番大きな話題かなと思うんですけども、このニュースとか、まあ、レアル・マドリード、バルセロナにネイマールがいなくなったらどんなチームになるかみたいのって想像されとかできますか。まあ、あのメッシーにねどうしてもこうあの注目っていうかマークが
集中するところを、うん、あの左サイドでネイマールがうまくこうチームに時間を作ったりとか、うん、あまあ彼の存在というのは非常に大きいなというふうに思ってたんですよ、うん、でまあ昨シーズンの戦術的なところをバルサのあのちょっとお話しますと、あとは右サイドがねどういうふうにこう、うん、うまく攻撃と守備でバランス取れるかなっていうところが課題だったんですけども、はい、まあそこはまた何人かこう入れ替えながら右サイドを修復あのこう修正して、うん、ただ今度ネイマールが急にね8月に入ってから移籍したのでまあここをどういうふうにまたクリアしていくかっていうのがあまあ監督頭痛いところだと思いますね。そうですね、まあ、監督もね、今年変わったばっかですからね。そうですね、1年目ですからね。ただやはりあのバルセロナ出身の監督なのでまたね、うん、そういう良さをね、出してくれる、まあ、エンターテインメント性といいますかね、やっぱり美しいサッカーっていうものがね、うん、あのバルセロナに求められてますから、まあ、ここをねまた作ってくれるんじゃないかなというのを期待してますけどね。そうですね、まあ、バルセロナのアイデンティティっていうのは変わらないと思うので、はい、まあ、監督さんもそれを理解している方がいらっしゃるんで、戦い方と戦い方も方針は変わらないと思うんですけども、まあ、ただネイマールがいなくなったポジションとか新たに誰をこの2週間余りで取るのかっていうのも注目ですよね、まあ、あとはやっぱりメッシ、それからスアレスとのコンビネーションね、はい、うん、まあ、イニエスタを含めて、まあ、この辺のやはりパスのタイミングといいますか、うん、リズム、まあ、この辺をね、どのくらい時間がかかってしまうかっていうところだと思うんで ね、 確かね、神戸じゃないですけども、はい、やはり少し時間はかかると思うんですぐに行ったわけにいかないですよね、はい、まあ、そのウイングのポジションになるんですかね、はドルトムントのデンベレであったりとか、リバプールのコーチーのあたりなんかも噂されてますけども、まあ、その前に決まったのが、甲州工大からパウリーニョが入ったってことでね、まあ、中盤の層も厚くなったってことなんでね、どうなるのかって感じですけども、こちらもやはり、どれだけ早く新加入選手がフィットできるかっていうのが気になってきそうですね。まあ、今スーパーカップのところでね、うん、あのホームでやはり 1-3 で敗れて、うん、あの負けて、うん、レアルマドリードに、うん、それでやはりもうこれは必ず補強しなきゃいけないっていうようなねコメントが出てましたから、まあ、その辺のサポーターって言いますか周りからのプレッシャーはやはりあるでしょうからね。そうめちゃくちゃお金持ってるから、はい、もうなんか突然なんかもうすごい金額で取られそうで怖いですよね。そうですよね、まああのまあ、聞こえてくる話だけだとネイマールですでに200億円ぐらい持っていて、パウリーナで50億円使って、ね、まだ150億円あるわけですからねもう手挙げようと思えば誰でも取れそうな感じの金額ですよね。はい、まあ、日強について話を伺いました。他に注目チームといいますとやはりアトレチコマドリードになりますかね。そうですね、またあの、はい、シメオネ監督がね、はい、巻き返しを図ってくると思いますし、うん、またこれに続くねやはりセビージャ、ビジャレアル、レアレスソシエダ、うん、まあ、この辺もね、やはり注目していきたいなというふうに思いますけども、今そのお話に出た中で、まあ、リーガを引き、リーガのクラブを率いる監督についてお話を伺いたいんですけども、まあ、この監督注目してるとかこのクラブ面白いなっていうクラブを挙げるとしたらどこのクラブになりますか。いや僕は今、はい、あのレアルソシエダ、はい、をやはり、まあ、なかなかこうレアルマドリードバルセロナのね、はい、チームのところまで持っていくっていうのは、うん、あのイメージ的に難しいので、うん、まあ、あの一つ自分で去年あの注目してのはレアルソシエダだったんですね、はいはいはい、まあ、エウゼビオ監督なんですけどね、うん、はい、まあ、今年はヨーロッパリーグもありますんでね、どれだけねなかなかそのカップ戦との併用でなかなかリーグ戦が、成績止まらないようなチームもありますけども、そんな中でどういったマネジメントができるのかっていうのも注目でありますよね。そうですね、はい、先ほどもね、注目のベストイレブンの中に挙げていただいた通り、まあ、若い選手もいますんでね、やっぱりこのチームはカンテラ上がりの選手とかがやっぱり多かったりとかするんで、そうですね、はいはい、先ほどおっしゃられたようにその J リーグの見習うべきっていうところもこういったところがあるかなって気がするんですけども、やっぱりそのユース育ちであるとか、その下部組織出身の選手がやっぱ上がってくるっていうのも一個、まあ、J リーグが目指すべきモデルでもありますもんね、はい、まあ、あのだいぶ J リーグの方でもね、はい、そういう形に、アカデミーから選手が上がってきているというクラブが増えてきてますからね、うん、柏レイソル、セレッソ大阪、はい、ガンバ大阪ですね、うん、はい、確かにそうですね、
関塚さんがもしその唐突な質問ですけども、リーガの監督だったらもしどこのクラブを引きたいとかってありますか？いや、どこでもいいですよ。どこでもいいやっぱりそのスペ、まあ、レアルマドリードバルセロナと対戦ね、したいですね。レアルマドリードとバルセロナを引けるんじゃなくて他のチームを引いてレアルとかバルセロナを倒してみたいっていうような感じですか、ね、この中でやはり勝負してみたいですよね、はい、やっぱそういった、まあまあ、夢といっては変かもしれないですけども、やっぱりバルセロナやレアルマドリードどう倒そうかなみたいな、やっぱ何ですかね、考えたりするもんなんですか？考えたりするしないですね考えたりするっていうのもあるかも、変かもしれないですけども、ま、実際そのいろんな記事を見させてもらった中で、ロンドンオリンピックの時に実際スペインを倒されたじゃないですか。その時にいろいろなリーガのチームを研究されたりとか、スペインのそれこそ代表の試合見たりとかっていうこともなさってたというふうに伺ったんですけども、実際研究とかスカウティングをされたんですよね。まあ、はい、分析のコーチっていうね、うん、いますけども、はい、やはり同時にそことうまくねこう話して、うん、まあ、特徴的なところ、うん、それから、まあ、どんなメンバーがねやっぱり出てくるかっていうところは非常に、うん、まあ、分析というかしましたよね。それで、うん、まあ、やはり一番のスペインのサッカーの特徴というのはポゼッションですから、まあこのポゼッションサッカーに対してどういうふうに自分たちは戦うかと、まあボールは握られるところはもう仕方ないというところで、ただチームとしてねやるべきことを最低限何をするかということはやっぱり決めることがまず大事だったので、まあ、それは一番からやはりこうリトリートして下がった状態からディフェンスするっていうことをやっても必ずシュートまで持っていかれてしまうだろう、はい、ですからもう本当にいいボール攻撃しつつもボールを失った瞬間からもう前からね、うん、守備をに入っていこうと、まあ、この辺の徹底っていうのが一つのこの、うん、オリンピックのテーマだったですね。ありましたね、はい、あの時は本当に高い力高い力もうプレッシャーかけてボールを奪うっていう姿勢が本当に見えて、はい、先ほどの写真もう一回見たいんですけど、先ほどの写真ですか、日本代表、懐かしいですね懐かしいですねっていうか懐かしいと言いつつも選手が懐かしいと言いつつももう5年前なんですよね。そっか、そうですね、長い選手だって長い選手だって懐かしい。いやいや、それこそね、学ぶ選手もいましたし、ゴートク選手とかもいましたし、うん、まあ、スペイン戦でね、酒井宏樹が足首をね怪我してたんで、はい、まあ、その後はもう酒井ゴートクがね、はい、その右サイドでね、出場しててましたし、大津選手ともそうでしたし、永、はい、井選手も清田選手も、まあね、代表に呼ばれるような選手も、ね、今 A 代表に呼ばれてる選手もたくさんいましたからね、まあ、ベスト4本当に興奮したのを覚えてますね当時それこそ、ね、もうスペインに勝っただけでも本当に興奮したもうやっぱ覚えてますね。僕なんかは5年前ですよ。翔野さんも覚えてますか？5年前、あ、高校生ですよ。高校生ですよ、うん、へえ、あ、これが相手ですか？これは相手です。あ、これ相手ですね。またイスコすごいボケとかすごい確かにデヘアキーパーすごい。デヘアジョルディアルバで、デヘアに点入れたってことですよ。またですよ、また。すごい。そう思いましたし、本当に前日でもおっしゃってましたけども、A 代表にも呼ばれてる選手もいましたしね、はい、当時からそのチームに勝ったっていうのがやっぱり衝撃でしたね。リーガの話に戻しましょうか。まあこの時の話も延長も話をしたいんですけども、まあ、監督すでにミモン監督やってらっしゃいますけども、まあ、1年間空いてますけども、関塚さん の, その監督としてのこだわりとかその、まあ、川崎とか千葉とかも率いてらっしゃいましたけども、自分の哲学みたいなのって ありますか？やはりこう、はい、まあ、守備って言いますか、うん、日本のね、はい、サッカーやはりそこにいかにね、うん、こう貢献したいっていうそういう気持ちも強いので、まあ自分も自身もね、フォワードだったので、はい、やはりその攻撃のアタッキングサードでのね、うん、数っていうかその辺の崩し、まあ、個人の力と同時にコンビネーション、まあ、この辺はね
すごく自分の中では興味っていうか、あの、うん、ヨーロッパの試合を見ながら参考にこうしながら、うん、まあ、まあ本当にフォワードを育てたいという気持ちは強いですね、うん、今そのフォワードだったんだなんてコメントも来てますけども、ね、まだ J リーグ開幕する前ですからね、なかなか、まあ、あのちょっと自身あの腰の手術もしてまして、はい、27の時に、はい、まあ、あのちょうど J リーグスタートの前にあの指導者の道にね、はいはい、自身は入ったので、うん、91年から、まあ、あの指導者の、ね、道に入りましたので、うん、早稲田の監督として、うん、はい、まあ、本当水沼とかね、はい、同期なので、まあ、あの橋田谷光一とか、うん、まあ、彼らがやはり J リーグでもねやったのは羨ましいなというふうに自分でも思いながらも、まあ、自分ではそこまでのねまだ力もなかったので、まあ指導者の道にね入っていったっていうのが正直な気持ちだったですね。そうですよね、やりたかったですね。怪我がなければぜひ J リーグでっていう思いもあったってことですね。まあや、まあ、そのね舞台で立ってみたかったなっていうふうには思いました、うん、まあ、そうですよ ね、まあ、ね今でも監督やってらっしゃる方もいましたし、まあ、J リーグ創設数年やってた方もいらっしゃるんですね、はい、まあ、J リーグの話も出たんでせっかくなので J リーグの話も聞きたいんですけども、まあ、J リーグ それこそ、J リーグ元年は鹿島のコーチで迎えたって形ですか。はい、当時はあの、はい、トップチームとサテライトリーグっていうのを全国展開、うんうん、まあ、あの10クラブだったのでね、はい、スタートの時には、はいはい、で10クラブでそのホームアンダーウェイで、うん、全国展開してたので、うん、そのサテライトの監督として、はいはい、あの鹿島の方で契約していったっていうところですね。この25年まもなく迎えようとしている J リーグですけども、はい、この25年間の成長とか変化とかってどういうふうに受け止められてますか。まあ、当然現場に長くいらっしゃったんであれですけども、まあ、あのやはりこの日本にプロサッカーリーグができて、うん、もう本当すぐですよね、うん、あのオリンピック出場そしてワールドカップ出場がね、うん、なっていた。これはもう本当に飛躍的にやはりサッカー界っていうのはもう進歩したなっていうのが J リーグがスタートした要因っていうのは大きいんじゃないかなというふうに思いますね、うん、本当におっしゃる通りワールドカップはまあ出場が、まあ、当たり前と言っては知ってるかもしれないですけども5大会連続出場していて、はい、ロシアワールドカップも決めてほしいなっていう状態も来てますし、はい、そうですね、ここは本当あと1試合ね31日が決戦ですから。そうですよね、はい、でまあ今あのズイコがね、うん、シャコペンセと、はい、昨日の駿河キングカップで、ね、あの来日されてて、はい、まあ、昨日あの会いに少し、はい、あの行ったんですけども、はいはいはい、まあ、本当にこう日本のサッカーのためにもね非常にこう貢献してくれた方ですし、うん、まあ、僕自身も鹿島でね、うん、もう10年以上10年近くですか、うん、あの一緒にね、近くで、仕事させてもらって、はい、まあ、本当にこうブラジルのプロとしてのねメンタルっていうものを選手、うん、並びにこう我々スタッフにもね、うん、植え付けてくれた、まあ、それは本当に非常に大きかったですね。なるほど、ね、はい、いろいろ、視聴者の方も今日たくさん見てらっしゃるんで視聴者からの質問もいろいろ答えられる範囲で答えていただきたいなと思います。質問がある方ぜひですねコメント書いていただければなと思います。 YouTube、ペリスコープ、ニコ生の方で私見ておりますんで、もし関塚さん気になるコメントがありましたら拾っていただいて全然結構ですので。あ、今ちょっと出た、はい、山村の現在あのセレッソでね今年本当ブレイクしてて、はい、でやはり今までねあのボランチとかセンターバックっていうところだったんですけども、うん、ユン・ジョンハンがねやはりもう一度彼、うん、国見でしたっけね、うん、高校の時にはフォワードやってたんですよ、はいはいはい、でまあ、非常にそういう攻撃的な選手あのセンスもありますし、うん、まあ、あの大柄で非常にこう動けるんですよね、はいはい、運動量もある、まあ、これに目をつけてやはりこう前にね、置いた、まあ、そこでまたブレイクしたっていうのは非常にこう僕自身も驚いてますしまあそこに目あのポジションを置いたかという気持ちはありましたね。そうですよね、まあ、山村選手とかですとボランチとかセンターバックのイメージが強い中で前目の攻撃的なポジションにあって、まあ今シーズン序盤も連続でゴール決めたりとかっていうのでもしかしたら代表に呼ばれるんじゃないかっていうか代表の押す声も非常に多くなってますからね。そうですね、あの本当にこう
リーガの中でもあのくらいこう長身でね、うん、そして中盤でも守備をしながらゴール前に侵入していってっていうプレイヤーがね、まあ、あの各クラブあの、まあ、いるんでね、はい、まあ、そういうところもねこう参考になるなっていうところがまた新しいね、うん、選手の見方っていうかね、まあ、そういうふうにはね本当に見てますね。なるほど、ありがとう。今みたいに拾ってもらえるんでね、ぜひ何かある方は。健吾はまだまだやれると思います。頑張ってもらわないと。いや、それこそ健吾さんもすごいですね。関菅さんがちょっとなんですかね、コンバートまでいかないかもしれないですけども、まあ、ボランチというか中盤の真ん中の真ん中で起用したのが関菅さんでよろしいですよね。いや、まあ、あのね、もっとイメージだと前目の選手だかなと思うんですね。まあ、彼はやはり動き出してその前でボールを受けて、はい、そこからフィニッシュにこう持っていくっていうプレイヤーだったんですけども、うん、あの日本代表の采配っていうか、日本代表、今の日本代表のどう思いますか。そこはコメント控え。31日勝てますか。決戦ですが勝てます。勝てます。みんなが信じないと勝てないので、それは勝てますけど、それに対する内容は控えさせてもらいます。今日ねリーガ特集なんでコメントでも来てますけども、やっぱり聞かなきゃいけない、乾選手と、柴崎選手の話もぜひ聞きたいんですけど、はい、まずは乾選手から伺いたいんですけども、乾選手なんかやっぱりその、まあ、スペイン3年目になるんですかね、もうかなりスペインの生活も慣れてるなってイメージありますし、まあ、そもそも性格もそういうのあるのかもしれませんけども、バルサ相手にも2ゴール決めて、非常にもうスペインに馴染んできてるなって印象ありますけども、乾選手についてはいかがですか。いや、ちょうど乾、はい、選手がエビバルで2点決めた時、はい、解説してたんですけど、驚きだったですね。試合こそまあ、ね、敗れてしまいましたけども、でも立て続けにもう2点、乾だ、それまで点取れない点取れないっていうふうに、どういうふうにしたら点を取れるかっていうことをこう解説してた中で、はい、いきなりバルサ戦で2点でしたからね、こうやってやれば取れるんだよっていうような。本当にこうあの時のね、エリアに入っていくし、はい、このなんですかタイミングとね、はい、そして本当に難しいねシュートをワンタッチで入れていく、うん、まあ、非常にこう素晴らしかったですよね、うん、そして帰ってきて代表の方でね、あの親善試合しっかり出場しましたけど、うん、後半から、まあ、その時も本当にこうなんか余裕が左サイドでありましたよね、ありましたね、まあ、これだけやはりスペインの、ね、リーガっていうのはあのレベルが高いのかと、まあ、ここでやはりレギュラーを張ってできるっていうことはこれだけの成長する、ね、幅が生まれるんだなと。で彼はやはり非常に守備も、ね、要求されてますから、はいはい、クラブとしてね、うん、規模はそんなに大きなクラブじゃないので、まあ、そこのところでよくこう、ね、自分を出して成長してるなっていうふうに思いますから、ぜひ注目今シーズンも、ね、してもらいたいなというふうに思いますね。カンプノーで2ゴールですから、はい、すごい。やっぱりその本人もやっぱりバルセロナやレアルマドリードの試合の時やっぱり気持ちが入ってる感じしますよね。まあ、あのどこのクラブもね、うん、その対戦の時にはもう 100%, 100% 以上の力を、ね、出して戦ってますから、うん、まあ、そこのこの2クラブで戦うっていうのも難しいですけども、うん、それに対戦するチームもね、やはり力はもうここにあのバルセロナだレアルマドリーには、ね、力を発揮しようというのは本当に相当コンディションを整えてくると思いますからね。選手本当にね、さらに活躍してステップアップも、はい、まあ、今年がやはり彼もね勝負だと思います。いろいろとね移籍っていう話もありましたけども、はい、やはり一番活躍したクラブでねもう1シーズンや、うん、こう所属して、うん、さらなるねやはり結果を残していくっていうのが彼の成長につながるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。そしてもう一名柴崎選手、うん、まあ、去年はまあ2部で、はい、残念ながらプレーオフで敗れてしまったんですけども、個人としては一部のチームということなんですけども、まあ、なかなか2部の試合、プレーオフの試合とか数試合ぐらいしかなかったんですけども、日本で見れる試合は柴崎選手、まあ、体調面の不安もあったりとかっていう中でも結果を残して一部掴み取ったところなんですけども、柴崎選手についてはいかがですか。このシーズン の、はい、ブレイクの時に入っていって後からこう
何ですか、あの個人のね、うん、信頼されてプレーをこうパフォーマンス見せていくって非常に難しいと思うんですよ。まあその中でね、彼がやはりこう入って、一番こう佳境のね順位が決まる中で、うん、彼の得点とかアシストがチームを勝たせて、うん、そしてプレーオフにチームをね、導いていったっていうのは、彼がやはりこのチームで違いを見せましたね、うん、まあ、それはやはり彼の能力だと思いますし、うん、彼がこの鹿島に残らないで今回は移籍するというね、強いなんか意志が非常に現れた、うん、まあ、それがこう結果につながったんじゃないかなというふうに思いますし、うん、まあ、そこの違いを見せたのでね、今度一部のチームから移籍のね話も持ち上がって、まあ彼がそれを決断したわけですから、ぜひね新しいまたクラブで周りのプレイヤーから信頼をね勝ち得て、そして結果にねつなげていってもらいたいなというふうに思いますね。そうですよね、本当にこの彼も楽しみにしてますね。コメントがありましたけども、日本代表にもぜひって声もありますし、当然ね、今週末に行われる開幕戦の内容次第では24日の発表される代表にも声かかるんじゃないかっていうような選手でありますからね。あと一人推薦していいですか？もちろんです。あの2部にいるんですけど、オリンピック戦って鈴木大輔がね、いやいや、あのリーガの2部にいるので、まあ、なかなかあの、ね、あの持ち上げてもらえるところ、ね、取り上げてもらうところは少ないんですけども、はい、彼ももうあのスペイン語もだいぶこうね、ミーティングも分かるようになって、はい、あの理解できるぐらいになって、まあ、この前あの3月にバルセロナで会ってきたんですけども、はいはい、非常にこう充実した顔してましたので、ぜひね、彼にも、ね、注目してもらいたいなというふうに思います、はい、あのうちのサッカーキングの方でも鈴木大輔選手帰ってきた時に取材させていただきまして、はい、僕も実際お会いしたんですけども、本当に何ていうんですかね、まあ、当然サッカーをね、当然お言葉からも当然 A 代表を目指しているというお話もいただきつつも、本当にスペインでの生活をまず楽しめてるなって非常に印象を受けましたね。で、まあ、当然奥様のサポートもあったりとか、まあ、スペインでの生活、まあ、大変だったって話も伺いますけども、スペインでの生活にも慣れ始めていて、まあ、当然子供も勉強してるって話も伺いましたし、やっぱりそういった意味では環境に慣れるってことがまず大事ですもんね。まあ、あの言葉の問題、うん、そして環境にね、うん、あの仲間とコミュニケーション取れる、うん、まあ、ここは非常に大事になってきますし、うん、またあとはやはり家族のね、その支えといいますか、うん、それが非常に大きいと思いますね。本当に関塚さんから鈴木大輔選手紹介してもらうと重みがあるというか、ね、ぜひあの本当にセンターバックでもね、なかなか、まあ、あのいける、うん、ね、向こうで活躍できるポジションってなかなか難しいと思うの で、 そうです、ね、鈴木、ま、あのね、吉田麻也と同時、ね、同様やってましたからね、頑張ってもらいたいなと思います。はい、まあ、怪我人センターバック今ねちょっとかさんでるんで、そうですね、はい、名前として上がってくる100人の名簿には入ってましたからね、期待したいですね。ということで、お時間に、過ぎてしまいましたので、この辺にさせていただきます。一旦 CM です。と思います。皆さんのコメントはね、関塚さんもね見てらっしゃいますからね拾ったコメント、拾わないコメントもたくさんありましたけども、見てらっしゃいましたよ。はい、非常にね、貴重なお話たくさん聞いていて、やっぱり現場とか指導者ならでのお言葉っていうのは非常にやっぱ深みがありましたし、重みもありましたし、またぜひいろんな話聞きたいなというふうに思っておりました。またぜひ出ていただければなと思います。ありがとうございます。します。翔太さん、告知からいきましょうか。はい、私はまず今月の19日に東京コレクションというところで、今週末、そうです、はい、あの歩きます。歩きます、モデルということですかね。そうです、モデルみたいですよね恐縮しちゃうんですか、ね、なんかモデルになりきれないです、多分歩けないいやいやいや、もうそういった仕事増やしていきましょうよ。頑張りたいです。ちょっと頑張ります。頑張ってください。19日も、はい、であと来月は、はい、あの肉フェスが、肉フェスか。あります。
ショーノさんの肉フェスじゃなくて肉フェスのあ肉フェスの MC をやるんですよ。私の肉フェスじゃなくて肉フェスで MC をやるんですよ。はい、いや本当に楽しみです、はい、食べれるのかなと思って。ね、MC は忙しいから食べれないかもしれないですね。楽しみです。はい、いろんなね、はい、告知などはショーノさんのツイッターで確認いただければなと思っております。はい、関塚さんから告知ございますかっていうのも変な話なんですけども、今週末ワウワウの方でそうですね、バルサ対ベティス戦ですか。はい、担当されるんですね。いよいよ、はい、楽しみなカードです。開幕なカードですね、はい、本当に先ほども番組中もありましたけども、ネイマールがいなくなったバルセロナがどう戦うのかっていうのも関塚さんの解説で、見れるということですね。よろしくお願いします。ワウワウはですね、開幕戦無料放送になってますので見れますんでね、ぜひご覧いただければなと思います。また、あれなんですよね、今元監督がやっていた早稲田の方で週1でアドバイザーとしてスタートされてるんですよね。はい、今シーズンからスタートから、はい、まあ、あの一昨年ね、はい、関東でリーグチャンピオンになって、うん、昨シーズン残念ながら2部に落ちてしまったので、うん、まあ、あの今年少し時間をね、あるのでお手伝いしてます。はいはい、まあ、あの大学サッカー、まあ、木曜日に毎週放送してるんですけども、まあ、出ていただいたりとかして、まあ、大学サッカーの面白さであり難しさでもあるんですけど、やっぱりまあ学生サッカーって卒業とか選手の入れ替えがあるっていうのが、まあ、面白さであり難しさでありますよね。中心選手がねまた卒業していってしまうので、はい、なかなかこう、うん、勝ってもそのままの、ね、力が継続できないので、うん、まあ、監督も難しいですよね。そうですよね、はい、ということで明日は、木曜日は大学サッカーの木曜日ということで、明日は大学サッカーではないんですけども、今回は FC 東京 U18 から大学サッカーに進んだ選手特集をお届けします。なかなか変化球変化球な特集ですね。まあ、FC 東京のアカデミーもねかなり力入れてますからね。予選で連覇しました。あ、そうだね。ということで明日は木曜レギュラージュファガールからエミリンさんが登場、 MC は佐々木香織さん、アシスタントは J リーグサッカーキング編集長の安田さんが、務めます。ということで今日はですね、関口さん長時間ありがとうございました。いえいえ、どうもありがとうございました。またぜひ出ていただければと思ってます。よろしくお願いいたします。ショロさんもありがとうございました。ありがとうございます。視聴者の方もですね夏休みの方とかお盆明けの方もいらっしゃったかもしれないですけども、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また明日12時にお会いしましょう。さよなら。